皆さんこんにちは、ドクター陽光チャンネルです。今日は血圧のお薬を飲み始めると一生飲み続けないといけないというこのことについてお話をしたいと思います。血圧のお薬を一度飲み始めたら一生飲まないといけないというのは、これは嘘です。もちろん、血圧が高い要素を持っていてですね、全く生活とか食生活も変えない状態、ストレスの状態も変えない方というのは一生飲み続けないといけないと思います。ただし、血圧が高くなるには必ず要因があるわけです。例えば大きなストレスを抱えている、それから更年期だとか自分のホルモン状態なんかが大きく変わってくる、お仕事なんかの営業とかですね、お付き合いとかで毎晩のように飲み歩いたり、加工品だったりとか外食ばかりになってしまっている方、それから肥満なんかで全く運動とかもしていない方、さまざまな要因があるんですけども、もちろんそれ以外にも体質的な問題もあります。合併症の問題もあります。そのような方々がですね、その要因を見ずにして何もしなければ、当然血圧はずっと高いままですので、お薬が必要なわけです。ですけども、そちらの要因をですね、一つずつ自分の中で、例えばストレス要因であったら、ずっと解決できないストレスもありますけども、例えば一時的なストレス、それから子供が病気が、それが良くなったり、それから夫婦間が悪くなったところが改善できたり、それから社会の、会社の状態とか、金銭的なこととかのそのストレスが改善してきたりした時とですね、そういったストレス要因が、減った場合っていうのは大きく要因が減るわけです。また更年期とかのホルモンバランスの時は、それはある程度年齢を重ねると落ち着いてくるわけです。それから、バリバリで現役でお仕事してた方が当然、引退したりですね、退職した時に、それとお付き合いをする必要がなくなることもあるわけですね。それから自分で積極的に食生活の改善であったり、運動とかすることによって体重を落としたりすることによって、徐々に自分自身の血圧が下がることはあります。それからあと季節性のものですね。冬はやはり寒いので、末梢の血管をギュッと締めて中央に血液を上げたいわけですので、血圧が上がる傾向にありますし、夏とか暑い時になってくると、血圧、血管を開いて汗を出して涼しくなりたいわけですので、それで血圧が逆に下がってくる方もいるわけです。季節性によって上がる下がるもあるわけですね。同じ血圧のお薬を一生漫然と使い続けるっていうのは、これはまずあることはないと思います。で、これは本当はですね、その時その時季節によって変えたり、それからストレス環境とか血圧の下がり具合によって内容とか量とかっていうのは変えるべきなんですね。そしてこの血圧のお薬も何でもいいわけではありません。その方に合ったもの、それから、例えばおしっこを出すタイプのもの、ナトリウムを出すタイプのもの、それから血管を広げるもの、それから組織のさまざまな血管とか組織の親和性といってですね、そこにどのぐらい届きやすいかとか、どういった作用があるかということで、血圧を下げる以外の要素っていうのもあります。なんか血圧を下げるお薬っていうのはさまざまなものがあるわけですね。その中で自分で副作用が少なくて一番合ってるもの、自分の体感、本当に下げないといけない方もいれば、そういった血圧下げる要素以外の目的で使う方っていうのは、血圧を下げるよりも違う目的で下げることもあるわけです。そういうお薬の使い分けをしながら、微妙にですね、増やしたり減らしたりで、最終的にはいろんな要素をなくしていって、食生活も見直していけば、お薬がいらなくなる方もいるわけです。私のクリニックではですね、お薬やめていく方がとっても多いんですけども、お薬が最終的にいらなくなっても、何年経っても大丈夫な方もいらっしゃいます。そういった方はきちんと自分の血圧をノートとかにつけられて管理されたり、食事も気をつけたり、運動もしてたりですね、しています。で、中にはですね、お薬を使っても全く下がらない方もいます。そういったもともとの疾患的にもそういう方はいるんですけども、お薬を使って下がらない方が、例えば数日間のファースティング、絶食ですね、それもいきなり全く食べないっていうのは危険を伴います。
まあ、お水であったりミネラルであったり、それからまあお野菜なんかをですね、しっかりと取っていただいた状態で、ファースティングなんかをするとですね、今まで全く下がらなかった方がスッと下がる方がいるわけですね。やはり食事とかですね、そういった日常生活の方が圧倒的に血圧に、関わってくるんだなということを改めて感じる患者さんがいたりします。それからどこまで下げたらいいのか、どこぐらいになったら使わないといけないのかっていうのは、これはやはり年齢とかその方のもともとの体質なんかがいらっしゃいます。やはり血圧が、ご高齢者の方で、お薬使ってですね100を切るような方っていうのは、今度は脳虚血、脳に血液がいかなくなって認知症とかですね、倒れてしまってお怪我なんかのこう要因になるわけですね。そういった方をこう漫然と使い続けるっていうのは大変危険です。ただ若い方でもともと低血圧の方、100切ってる方、90切ってる方っていう方が90だと偉いことだっていうわけではないわけです。その方のもともとの血圧っていうこともかなり関わってきます。それから、いろんな学会で基準があるわけですね。循環器、心臓にとっては血圧は低ければ低いほどいいわけです。例えば脳にとってはある程度血液は行ってあげた方がいいわけですので、ある程度血液が行った方がいいわけです。これは血管の硬さ、例えばご高齢者であればある程度ですね、本当はですね、いろんなあの学会で血圧下げた方がいいよということで基準値決まっていくんですね。120以下にしなさいとか、130を切りなさいということでいろいろ言われるんですけども、ある程度ご高齢の方っていうのは140、そのぐらいまではしっかりあってもいいと思います。それから、やっぱりですね、何かの時に200をこう超えてくるような方っていうのは、やはり血圧のお薬をある程度使う必要もあります。私はですね、お薬を使わないように、使い続けないようにということを勧告はしてるんですけども、必要な方にはきちんと使わないといけません。ただ、10種類も20種類も飲んでらっしゃる方がいらっしゃいます。できちんと今の、担当の先生とお話をしてですね、そうすると、10種類15種類ぐらい飲んでた方が3、4種類になることは、よくあります。今の担当の先生が聞いてくださらなければ、違う方に意見を聞くというのも一つだと思います。このようにですね、血圧のお薬、一度使い続けると一生飲み続けないといけないというふうに思って、異常に高い方がそのまま放置をして、そして何かで倒れられるというのは大変危険なことです。そんなことよりも、きちんと血圧のコントロールをするためにある程度かなり高くって今日常的なリスクがある程度解除できない方はですね、お薬を使いながら、そしてある程度下がった状態でリスクが解除された状態でですね、日常生活を見直していただいて、生活を見直すことによって下がるっていう、そしてお薬をやめることができることがあります。またそこまで高くない方はいきなりお薬ではなくて、当然やっぱり日常生活の見直し、ストレス、食生活、運動、そういった睡眠、そういったことをですね、きちんと見直しながら、することによってお薬を一生使わなくても済むことがあるわけですね。ですので、自分の血圧をきちんと管理する、血圧計をきちんと買ってですね、朝の血圧、寝る前の血圧をある程度濃度につけたりとかすることによって、自分の体調管理をしっかりするということがとても大事になります。学会的にはですね、朝起きて、お小水行かれて5分ぐらいテーブルとかに座られた状態で朝の血圧として測ってください。そして寝る前は床に着く時でもいいですし、床に着く前でも結構ですので、そして血圧を測る、その1日2回をね、測って自分の血圧がどのくらいだということを把握するということはとても大事なことです。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらドクター陽光チャンネルに登録していただいて、皆さん一緒に勉強していきましょう。